こんにちは、トリタラチャンネルです。こちらは落花生ではありません。つや消し大ゴミ虫騙しの羽化した翌日、外骨格の硬化がまだ途中の子たちです。ある程度固まってきたら卒園です。一方、さなぎ保育園では新たなピーナッツ野郎が誕生してきてるぜ。おめえは卒園だ、この野郎。なんだよあのさなぎ。行きます。オープンだ。木材。はい、というわけで続けていきます。こちらはジャイアントミルワームの成虫、つや消し大ゴミ虫騙しの飼育ケージ。相変わらず平和な環境でぬくぬくと生きてます。ケージは20cmのキューブ水槽、その中で30匹以上が暮らしています。あとまだ飛ぶ姿を見たことがありません。歩く姿からして体が重たそうなので、もし飛べたとしても飛行能力はあまり高くないんじゃないかな。先ほどお見せしましたように、多くの子たちは多くの時間を物陰に隠れて過ごしています。泊まり木の下で仲良く集まっているんですね。そして何事もなかったかのようにまた潜っていきます。ここまでゆったりした連中だったとは。まあ暴れん坊よりはいいけどな。いろいろと餌を与えてみていますが、一番の好物はグラブパイ。成虫の共食いは全く起きていません。おそらく栄養が十分足りているからであろうと考えています。早い子で成虫になってから1ヶ月が経ちます。そろそろ産卵も行っているかもしれません。もうしばらくしてから床材の中を調べてみようと思います。小さいジャイミルがうごめいている姿を見れる日は近いかも。